はい、よろしくお願いします。今回は数3の定積分丸3レベルアップ編をお送りします。で、前回話したように2本の動画で入らなかった問題3問ね、今回取り上げていきますので、ぜひね1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。自分でレベルアップ編ってつけたんですけどね、もうちょっとネーミングセンスあった気がしますが、まあ気にせずね、聞いてください。で、まず1番は 3x、3x、3x。ここね、まあちょっと前の動画でもやりました。これは変形していきましょう。sin になってるので、マイナス2分の1が出てきます。で、カッコ、cos 足したものね。で、自分よくこう、x、3x の順番だったら、3xx って、まあこれ順番変えてね、考えちゃうので、まあ足したもので 4x。で、sin は引くことの、cos 引いたもの。3x から x 引いて 2x とこうなります。これが変形ね。だからそうなってると思って積分していきましょう。で、まずマイナス2分の1、出して、まあ、よく配るんだけどね。2分の1出しておいて、ちょ、こうしちゃおうか。で、まずこっちから行きます。で、cos4x 積分すると、4分の1が出てきて、cos はね、sin に変わるだけなので、こう。で、これ中括弧絶対いらんかった。ごめん、間違った。で、こっちは、マイナス 2x なんで、2分の1が余計に出てきます。出てきて、こっちも sin に変えていきましょう。で、6分の π と、2分の π か。こうですね。じゃあ入れていきます。これ入れるとき注意だね。そこだけかな。まず上入れると、マイナス2分の1。ここで中括弧だね。まず上から。ここに入れると、4と2分の π なので、2π になると。で、sin 2π、360度。sin は0なので、ここ0ね。0。次こっちです。入れましょう。sin π になります。sin π。で、sin π も180度なので、sin は0ですね。つまり、引く0。ないと。で、次、加担入れます。引くことの加担行きましょう。6分の 4π。つまり3分の 2π ですね。だから120度。sin120度は、2分のルート3か。ってことで、8分の、ルート3になります。今度こっち。3分の π になる。60度。これもあれだね。2分のルート3。なので、マイナス4分のルート3とこうなります。で、閉じましょう。こっち無視でいいね。で、こっちが、ちょっとツームするか。8と2につけて、だから、カッコの中がマイナス8分のルート3になる。ここね。で、まあ、マイナスここにいるので、プラス8分のルート3になると。だから、まあ、一回書いていいか。マイナス2分の1かける8分のルート3となるので、マイナス16分のルート3。これが1番の答えになります。まあ、やってることはね、ここね、この公式というか変形が分かればまあ問題ないのでいいでしょう。で、1番の答えを見たときに、うんって思った方がもしかしたらいるかもしれないです。自分はよく思いましたね、高校の時にね。あれって、積分って面積なんでしょって、面積に負っておかしくないっていうね。これに関しては最後に説明します。なあ、ちょっとね、まあ、気になる方は最後に飛ばして見てみてください。ごめんね。ちょっと先に答え言った方がいいけど、長くなるんでね。で、2番行きましょう。で、前回言った三角関数ないのかいっていうね、まあ、有名なやつです。絶対値 cos(x). で、前回やったように、絶対値は中身が正負。ね、正になるの、負になるの、そこのチェックだけです。大事なことは。で、今、0から π、つまり0度から180度の範囲で考えるんですけど、cos っていうのは、0から90度、つまり2分の π、2の時はプラスですよね。正になる。コサインは。だからそのまま外せばいい。コサイン X になるし、90度、2分の π から π、180度になるとマイナスになっちゃうので、絶対値にマイナスをつけて外しましょうっていう感じ。まあ、積分区間分けて考えていきます。で、分けて考えて、じゃあもう、これも書かない。つまり言っちゃうね。絶対値、0から2分の π はコサイン X だから、コサイン X を積分するとサイン X です。3x。で、それの、0から、2分の π。これ上の方のプラスの方ね。で、その面積足す、こっち、マイナス cos x 積分すると、マイナス 3x。
で、積分区間が2分の π から π ですよと。こうね。で、入れていきましょう。まず上、上端入れると90度、サイン90度1ですね。だから、1-0、サイン0は0なので、こう0。プラス、今度こっちです。180度は、サイン π ね。サイン π は0なので、まず0。0。引くことのサイン2分の π は1だと。で、まあ、マイナスが普通がマイナス1なので、プラスに変わるね。こう。ってことで、まあ、1たす1で、2番の答えは2になりますよと。こんな感じです。いいかな。でですね、まあ、コサイン x のグラフをちょっと確認しておきましょう。久々だしね。コサイン x のグラフ。は、1スタートで、ここスタートで、こういうグラフです。ちょっと1周分ここまで行こうか。周期1回分ね。で、周期が2分の π、あ、ごめんなさい、2倍ね。360がこうなってる。つまり半分の、ここが π なわけよ、今。で、π が0から π でやってたので、つまり、ここね、こっち切っちゃうから、ちょっと切っちゃいますね。ここは使わないでしょう。ここまでを使って、またここまでを考えてる。0から π で。で、絶対値がくっついてると、X 軸より下にあるものは、鏡みたいな感じ、線対称で上に書き直すというか、鏡で写すので、今、こうなってるわけ。こうね。で、こっちを点線するのが正しいわけよ。今、考えてるのは。で、ここの面積と、ここの面積をやりましたと。で、ここが π だから、当然これ半分なんで、ここ2分の π ね。だから、0から π まではそのまんまのコサイン x で考えたけど、2分の π から π までは鏡で跳ねたっていうのはマイナスをつけたものになるので、マイナスコサイン x のグラフで考えましたよって、まあ、前回の説明の続きになりますけど、そういうことをやってますと。で、今2になってるのは、これは知っとくといいんですけど、コサイン x のグラフって面積1なんですよ、ここ。1。これも1ね。だから2になるっていうのもあるんですが、まあ、今こういうことをやってたんだよっていうのは、ま、覚えておいてください。いいかな。で、ちょっとまあ今回は取り上げないですけど、中身がコサイン 2x とかなっても、それは周期だけの話なので、周期が変わっていくから、ここが4分の π になって、ここが2分の π になる。ただどこまでで切るかっていう積分区間だけ気をつければ、計算は特に気にしなくて平気。まあ微分ってこと、積分するときに、2分の1サイン 2x になるって、まあそこも気をつけなきゃいけないんだけど、その、なんだ、区間、積分区間だけ気をつけてやってください。いいかな。で、3番です。そういうところに懐かしいなと思って取り上げます。行きましょう。これね、まず絶対値なんですよ。絶対値なんですけど、まず中身ね。sinx マイナス、ルート3コサン x。さあ、この形を見て、数2の時にやった、三角の、合成ね。合成だって思っていただけると嬉しい。もし、なんだっけと思う方は、右上のびっくりマーク、もしくは概要欄にですね、数2の自分の動画、合成の動画ね、載せておきますので、よかったらチェックしてみてください。さあ、合成していきましょう。これはまず、前の数字。ここにも1が隠れているので、1とマイナスルート3、それぞれ2乗します。そうすると、1と3、足して4ですね。その4にルートをつけたものが前に出ます。つまり2です。ちょっと確認できるもんだから、早口でいくよ、ここはね。2です。で、それにサインがくっつきます。サイン。で、カッコ、X。で、ホニャララ来るんだよね。で、このホニャララが何かっていうと、今、1とマイナスルート3。自分の考え方は、単位円を考えます。こうやって単位円を考えて、3パターンです。基本で3パターン。何が3パターンかっていうと、今ちょっと負になるんで右下、第4象限で考えますけど、ルート3対1のところ。ルート3対1か、1対1か、1対ルート3のここっていう。ここね。3箇所どれか。ルート3対1、1対1、1対ルート3のどれかで考えます。で、今、1とマイナスルート3、この順番で使う。1とマイナスルート3。つまり、負なんで下に下げるんだけど、マイナスルート3なんで、ここなの。ここの場所がここに入るっていう風に考える。まあ、プラスだったらもっと考えやすかったんだけどね。1対マイナスルート3ね。で、ここ何かっていうと、34、まあ、角度で言うと、30度、45度、60度ゾーンです。上もそうです。だから今、30度、マイナス30度、マイナス45度、マイナス60度。つまりマイナス60度、ここ。のゾーンなので、書き直せばマイナス3分の π。なのね、場所が。だから、ここに入る、合成した後のこれがマイナス3分の π になりますよっていう。なので、絶対値の中身は合成するとこうなってる。こうね。っていうのが分かれば、あとはやること一緒です。
よいしょよいしょ。消しましょう。いいかな。で、中身がサインだけの話になったので、もうこっちと同じ。やることはほぼ同じね。ただし、ちょっとイコール書く前に、プラスとマイナスね、確認していきましょう。さあ、この中身です。中身が、まずサインだね。サインが正になるっていうのは、X 軸より上、第一象限、第二象限だったら、正になりますので、ここの中身がね。ってことは、この、3分の πx に出れば、サイン0になるじゃん。ちょうどそこは切り替えだよね。で、3分の π より上に上げてくれれば、まあ、書いちゃうと3分の π から π までは全部プラスになります。サインがね。こう π 入れると3分の 2π、つまり120度になるからさ。だから3分の π より上になってくれれば、サインがプラスを取ってくれると。つまり絶対値の中身がプラスになるから、2sin カッコ x マイナス3分の π として絶対値を外せますよと。ただし、残ってる0から3分の π。つまり3分の π より下になってしまうと、サインここが負になっちゃうんで、サインの全体の値がマイナスになるんだよね。第一象限で上に上がらないんで、第四象限に残っちゃうからね。だから、絶対値の中身が負になるので、マイナスに、マイナスをつけて、これで積分してくださいねという話になります。ここだけ気をつけましょう。ではでは、いきますね。まずこっちから行きましょうか。で、今、これに絶対値がこうついてる。あ、絶対外れてるわ、ごめん。ここにインテグラルついてるっていう風に考えてください。じゃあ、これでやっていくと、2出しちゃっていいか。2、こうだね。で、サイン、これを積分すると、まずサインがコサインに変わりますね。コサインに変わる。だから、コサイン、カッコ、x マイナス3分の π。で、ここは、x マイナス3分の π は何も前に出てこないので、2x とかなってないからね。ただ、このまんまで OK です、積分。ただし、サインはマイナスになるから、ここはマイナスがくっつくと。で、範囲が3分の π から π か。3分の π から π。で、足します。今度、下の方、ここね。で、これが、これの、さっきのあれか。シュッシュッシュと、2を出しておこう。で、符号を変えたものなので、コサイン、カッコ、x マイナス3分の π、閉じました。どこだ ?0 から、3分の π から入ってんのかな?下げていいですか?ごめんなさいね。入んなかった。これで入ってる。ごめん。となります。じゃあ入れていきましょう。ここちょっと大事だね。丁寧にね。まずこっちから。2をちょっと出しておこうか。カッコ。π を入れると、頑張るね。暗算。3分の 2π になるので、120度は。コサイン120度は、マイナス2分の1なので、またマイナスいるから、2分の1引くことの3分の π いるとコサイン0。コサイン0は1だから、マイナス1になるので、マイナスマイナスでプラス1か。ふぅ、こうだね。で、後ろです。2、カッコ。まず3分の π 入れましょう。こっち同じだね。コサイン0だから1。で、引くことの0を入れるとコサインマイナス3分の π。マイナス60度。マイナス60、コサインマイナス60度は2分の1なので、こうか。合ってんのか大丈夫かこれ2分の3に2をかけてここが3ですね。2分の1に2をかけて1なので3たす1で4。もうちょっとなんか楽な積分やれたかもしんない。これちょっと地道にやってしまったけど、まあ答えとしてはこれで OK です。いいかな。合成の問題もありますのでぜひね、合成してから、でもやること一緒。結局で大事なのは積分区間気にしなきゃいけないけど、ここだけ気にして、で、あとは同じようにやってみてください。で、ここまで一応終了なんですが、最初に言ったね、最後、もう14分経っちゃったけど、この部分ですね、ちょっと話していきましょう。なんで負になるのかっていう。で、結論から言うと、面積に負はあります。この定積分に関しては、面積がって言うこともおかしいんだけど、定積分やっていく中で、こう、負になることは、答えが負になることはあると。おかしくないよっていうことを覚えておいてください。で、ちょっとこれだとグラフをイメージしにくいので、このグラフでいきます。y イコール、x2 乗マイナス5にしましょうか。マイナス5なんで、元で x2 乗だったのが下に下がるから、まあ、こんな感じです。ここマイナス5ね。こういうグラフ。じゃあ、こいつを0から1で積分しましょう。0から1。つまり、0、ここと、まあ、1、ここにちょっと、もっとほんとあるんだけど、1ここにするね。1と0。ここです。この面積を考えます。で、積分していきましょう。こういう感じね。ちょっと、カッコつけてないけど。で、3分の1、x3 乗、マイナス 5x と。
で、0、1ですよ。で、1入れると、これ入ってんのかな？大丈夫？入ってる？ OK。3分の1、マイナス5。で、0入れたら意味ないんで、何もなんないから、これでいいでしょ。で、3分の1、マイナス5ってことは、マイナス3分の14ってことで、おやっと、面積マイナスになりましたよね。で、すごい、簡単っていうか、まあ、正しくはないんだけども、その面積っていうのは、X 軸より上で考えたら正で出てきます。正で出てくる。でも、X 軸より下の面積を考えたときは、負で出てきます。だから負になってる。この下でしょ。X 軸より下に出てるから負になってる。みたいな。そんなイメージ。多分これが楽。特に数学がちょっとやりにくいというか、苦手な子に関しては。で、もっと厳密に知りたかったら調べてください。ネットでいっぱい出てくるから、サイトで。たくさんあるんでね。で、絶対値今まで考えたじゃん。面積多かったでしょ？前回の動画も。絶対値のっていうのは全部 X 軸より上に来るから関数が。だから面積絶対に正になるの。負になることはない。全部上にいるからね。でもこういうのもあるから。だから負になってもおかしくないよっていうのをぜひね、頭の片隅に置いといてください。ではちょっとね、長くなってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、次回もね、ちょっとタイトル変わりますけど、まあ、積分続きますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。